どうもアガポニです。今回はディアルガパルキアのフォルム変更方法の紹介です。それでは早速いきましょう。はい、まずはディアルガからですね。ディアルガのフォルムを変更するには変更することができるアイテム大混合玉を手に入れる必要があります。で、どうやって手に入れるのかというと、サブ任務混合団の宝のクリアとなってます。で、このサブ任務がどこで受けられるのかというと、グレンの湿地にいる石から受けられます。マップでいうとこのリーチ湖のところにいますね。話しかけるとポケモンバトルをすることになるので倒します。リーフィア、ブラッキー、シャワーズの3体を同時に相手にするバトルですが、様子を見ているといった行動をとったりしてくれるので、そんなに苦戦はしないかと思います。で、バトルに勝利すると大混合玉をもらうことができるというわけですね。で、この大混合玉はポーチの大切なものの方に入っているので、これをディアルガに使うことでフォルムチェンジができます。で、もう一回使うと元のフォルムに戻せて何度でも使えるアイテムになってます。ちなみにどちらのフォルムでも使える技は同じです。能力的にはどう違うのかというと、こんな感じです。オリジンフォルムになると特防が高くなるので守り重視、アナザーフォルムの方は特防が低い分攻撃が高いので攻め重視といった感じになってます。次はパルキアのフォルム変更ですね。ディアルガと同じようにフォルムを変更するには、変更することができるアイテム大白玉を手に入れる必要があります。で、これをどうやって手に入れるのかというと、サブ任務真珠団の宝をクリアすることで手に入ります。で、このサブ任務に関しては純白の凍土にいる貝から受けられます。マップでいうとこの真珠集落のところですね。話しかけると席の時と同じようにポケモンバトルをすることになるので倒します。貝の方はグレイシア、エイフィ、ブースターの3体を同時に相手にするバトルですね。このバトルもそんなに苦戦せずに勝てるかと思います。で、バトルに勝利すると大白玉をもらうことができると。大白玉に関してもポーチの大切なものの方に入っているので、これをパルキアに使うことでフォルムチェンジできます。ちなみにディアルガと同じようにどちらのフォルムでも使える技は同じですね。で、能力的にどう違うのかというとこんな感じになってます。オリジンフォルムになると素早さが高くなるのでスピード重視、アナザーフォルムの方は素早さが低い分攻撃が高いので攻め重視といった感じになってます。もともとね、ディアルガよりもパルキアのが素早さが高いんですが、パルキアはその素早さにさらに磨きがかかるので、素早さを重視したい人はパルキアのが使いやすいということになりますね。はい、この動画少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。